市川市立鶴崎小学校大橋中学校出身の JX エネオスサンフラワーズ石原愛子です。今回コロナ影響によりさまざまなイベントが中止となっていく中、ダブルリーグの試合も途中中断となってしまい、とても残念な気持ちでいっぱいです。市川市も、休校の延長、部活動も、いつ再開されるかわからない、とても厳しい状況だと聞いています。特に最高学年の皆さんにとっては特別な1年だと思います。皆さんの感染予防の努力が実り、早く学校生活、部活動が再開されることを願っています。そして、部活動に取り組んでいる皆さん、毎日仲間と共に頑張ってきた、練習は、決して無駄ではありませんし、これから、とても大きな財産になることは間違いありません。今苦しい状況が続いていますが、まず自分の健康を第一に考えて感染予防を徹底し、コロナに負けない体づくりをしていきましょう。